ロックのセットアップに入ります。アプリストアでスイッチボットのアプリをダウンロードし、新規登録をお願いします。台紙の裏にグラスドライバーが入っています。 取り付け表面をきれいに拭いてください。ご自宅のサムターンのサイズに合うアダプターを選び、本体につけてください。縦、横は環境により判断してください。上のカバーを抜き、ドライバーでネジを回し、土台高さを調節します。アダプターの中心とサムターンの中心を一つの水平線にあるように。 銀色のサムターンを回してみて、うまく回転するかどうかをご確認ください。確認できたら、ネジを締めます。そしてカバーを戻します。テープを剥がし、ドアにしっかりとつけてください。テープを剥がし、ロックをドアに貼り付けます。力を入れて、押してください。しばらく放置してください。 黒い磁石のテープを剥がし、ドア枠に貼ります。ロックと同じ高さでお願いします。最後にロックの設定です。絶縁シールを抜き、P という音がしたら、アプリで追加してください。名前を付けたら、保存してください。 構成に入ります。手動施錠します。次へをタップします。手動解錠します。次へをタップします。ドアを引き、手動施錠したら、ドアを枠くまで押します。 次へをタップし、会場テストをタップします。ドアを閉めてから、施錠テストをタップします。これで設定完了です。ご不明な点がございましたら、弊社のサポートまでご連絡をお願いします。